2016年ペルー総選挙は2016年に施行されたペルーの大統領と議会議員を選出する選挙である。2015年11月13日、大統領のオジャンタウマラは総選挙の期日を2016年4月10日と表明するとともに憲法の規定に基づき再選を目指さないと述べた。2016年4月10日に大統領選挙1回目と 議会選挙の投票が行われ、大統領選では、稽古藤森が1回目の投票で1位となったが、大統領の当選に必要な過半数に達しなかった。そのため、6月5日に、稽古藤森とペドロ・パブロクチンスキによる決選投票が行われ、稽古の父で元大統領である、アルベルト・フジモリ時代の人権侵害、独裁的手法を懸念する反フジモリ勢力が結集し、 クチンスキが当選者となった。任期は5年で再選禁止。2回投票制で有効投票の過半数を得た候補者が当選。大統領選挙の立候補受付は2016年2月10日までに全国選挙審議会へ届けなければならなかった。3月9日、すべてはペルーのためにから出馬手続きを行っていた元首相府官房長のジュリオグズマンと 進歩同盟から出馬手続きした全羅リベルタ県知事のセザール・アクニャ、ペラルタの立候補資格を取り消した。グズマンは立候補手続きの不備で、アクニャは党内選出手続きにおける金銭授受で、それぞれ立候補を認められなかった。アクニャは立候補を断念したものの、グズマンは不服として提訴する意向を示したが、裁定を覆すことは困難であった。ありがとうございます。